おおお、いすゞって書いてるよ。はい、100円が1点。おお、乗った乗った。おおおおおお、見て見て見て、これうちマス君が買ったんだからね。おお、消防車君が来てくれたよ。バスの上にバスだね。いや、ついでにね、これも行ってみようね。これ、皆さんこんにちは。今日はね、働く車屋さんごっこをやってみるよ。こんなにもたくさんの働く車が売ってあるんだよ。あ、お客さんが来てくれるといいね。いらっしゃいませ、アンパンマンのお店へようこそ。こんにちは、働く車を買いに来ました。あ、どれにしようかなと。お、このブルドーザーくんが僕はいいな。よし、ブルドーザーくんをもらいます。じゃあブルドーザーくん一つだね。あとはこのトラックくんも欲しいな。よし、じゃあトラックくんとブルドーザーくんだね。この2つでいいかな。よし、じゃあ生産するよ。まずブルドーザーくんは、50円、30円、はい、2つ合わせて80円だよ。ブルドーザーとトラックを買って80円なの、めっちゃ安いね。はい、じゃあ100円あげます。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ食パンマン20円のお釣りだよ。いらっしゃいませ、アンパンマンのお店ようこそ。こんにちは、僕はパトカーとゴミ収集車を買いに来たんだ。パトカーとゴミ収集車なら在庫あるよ、見ていって。よし、あったあった、パトカーはこれだね。パトカーくんこと、あとは、お、ゴミ収集車くんがあった。ゴミ収集車くんを一つと。はい、パトカーとゴミ収集車くん、この2つをください。じゃあ生産するよ。20円が1点、30円が1点、はい、合計で50円だよ。パトカーとゴミ収集車で50円ってめっちゃ安いね。はい、じゃあアンパンマンマンキンマン50円ちょうどあげます。ありがとうございます。お買い上げありがとうございました。はい、50円ちょうどお預かりしました。はい、じゃあカレーパンマンさん、これを持って帰ってください。ありがとね。あー、幼稚園バスくんが買いに来てくれたんだね。幼稚園バスくん、ありがとね。よし、じゃあ幼稚園バスくんはね、バスのこの上に乗れるだけあげようね。よし、じゃあまずは幼稚園バスくん、これポケットモンスターのこのバスと、バスの上にバスだね。そしてこれ移動水族館、これもこの上に乗せてと。おお、乗った乗った。よし、じゃあ次これね、これパンダ輸送車くんもこの上に乗せちゃうよ。おっと、乗った乗ったすごいね。よし、じゃあついでにね、これも行ってみようね。これ郵便車くん、郵便車くんもこの上に乗せちゃうよ、乗せちゃうよ。お、やばい、もうこれはやばいぞ、やばいやばい、もうやばいけど手離しちゃうよやっちゃったよ。痛い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 って言ってるねよし、じゃあごめんね。よし、じゃあこれ全部幼稚園マス君が買ったんだからね、この中に置いとくね。よいしょよいしょ、この4つでいいね。よいしょ、はい、10円が1点、はい、10円が1点、10円が1点、10円が1点、はい、全部で40円になります。お買い上げありがとうございました。はい、幼稚園マス君、これ持って帰ってね。ありがとね、バイバーイ。おー、消防車くんが来てくれたよ。さあ、消防車くん、何の車が好きかな、何を買うかな。よし、じゃあ消防車くんのね、上にもね、乗れるだけ乗せてみよう。よし、まずね、トラックくんとね、ロードローラーくんを前に乗せてっと。よし、そしてこれね、このトラックくんもまたこの上に乗せてっと、乗せてっと、乗せて、おーおお、見て見て見て、これ消防車くんのね、前輪がね、ちょっと浮き上がっちゃったよ、これ。ああ、これ、すごいかっこいいんだよ、これもね、なかなか。ローラーくんがちょっと落ちちゃったんで、ロードローラーくんをここに乗せようと思うけど、落ちちゃうね。ダメだね。これを前に乗せたらいいのかな。よし。じゃあ、こんな感じで行くよ。じゃあ、次これね、佐川急便の車を、よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、この救急車くんを、よいし、よいしょ。おー、乗った乗った。ロードローラーくんはじゃあこの上に乗せた方がいいのかな。よいしょっと、あ救急車が落ちてしまった。よいしょっと、あー、ダメだね。
はい、じゃあ消防車くんはこのね、佐川急便の車とロードローラーくんと、軽トラックくんとこのトラックとあと救急車くん、この5つをね買うんだね。よし、はい、100円が1点、はい、100円が1点、200円が1点、100円が1点、200円が1点、全部で700円になるよ。700円だね。じゃあ1000円あげます。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ300円のお釣りだよ。どうぞ。ありがとう。じゃあ消防車くん、この働く車を持って帰ってね。ありがとうね。こうやってやったら乗るのかな。あ、乗る乗る乗る。よし、じゃあ消防車くん、これで持って帰ってね。バイバイ。バイバイ。ブーン。おお。今日はお客さんがたくさん来ちゃったね。でもこの2台だけ売れ残っちゃったね。売れ残った車を見てみようか。よいしょ、これは何かな。ん、あ、これはバスだね。ヨーロッパのバスみたいだね。かっこいいね。これ日本には走ってないね、こんなのね。遊園地とかそういったところ走ってそうだね、これはね。はい、さあこの車は一体何でしょう。何だと思う。これわかるかな。よし、じゃあ正解見てみよう。よいしょ、お、黄色い車だね。上から見ても黄色だったから、まあ黄色だけど、こんな感じだね。道路ね、道路、要はあの作業する車だね。作業車って書いてる。作業中って書いてるんだよ。これよく見るよね、高速道路とかで。おおお、いすゞって書いてるよ。へえ、いすゞなんだね、これね。かっこいいね。動画を見てくれてありがとうね。最後まで見てくれてありがとうね。みんな、最後まで見てくれて本当にありがとうね。今日の動画はどうだったかな？楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画がすぐ見れるようにしててね。またグッド評価の方もよろしくお願いします。次の動画で待ってるね。じゃあね、バイバーイ。